こんばんは。ありがとうございます。大阪からやってきました私たち東北クイナーです。よろしくお願いします。じゃあメンバー自己紹介いきます。赤色担当さくらです。よろしくお願いします。さくら。はい、緑色担当かすちゃんことかすみです。よろしくお願いします。かすちゃん。はい、青色担当松野愛理です。よろしくお願いします。松野すげえ。はい、どこくいである、はい、この3人でお送りいたします。はい、ねえ、東京一部引き続き2部の方も出演させていただいていただきまして、ありがとうございます。滑舌にね、ありですね。そう、メンバー3人とも引き笑い、滑舌悪い、あとなんかある？足癖が悪い。わからんね。最悪なグループ。やばいやばい。滑舌が悪いので、ちょっとね、喋ってて何言ってるか分かんない時は多分あると思うんですけど、うん、そう、正直聞き直してもらったら、またちゃんとした滑舌で言い直すんで、頑張り、焦った通訳さんがいるので、そう、お願いします。お願いします。さあ、そんな滑舌が悪い、どこくいである、明日も東京にいます。イエーイ。やったー。嬉しい。はい、こちらね、お昼にも言ったんじゃけど、あ、ごめん、あの香川出身やからさ言ったんじゃけど、なんだっけ、明日、高円寺 UFO クラブにて、T.I.N. に出演させていただきます。やったー、なんかね、近場では東京アイドルフェスとかいうパチモンのイベントショーとか、お金いっぱい使うところでしょ。そうそう、お金物販だけでなんか7000円ぐらい出すところ。あら、怖い。あれでしょ、裸足になっておたげしとったら怖いお兄さんたち連れて行かれるみたいな。いやん。そう、ツイッターで見た。なんでそっち、本物の方、鳥肌アイドルフェスティバルというのが、明日、UFO クラブでございますので、よかったらね、同国イデアルで検索していただいたら出てくるので、そちらでチェックしていただいて、はい、来れたらじゃないね、絶対面白いから。あれね、ツイッター探さなくても、物販でチラシ配ってるので、ぜひぜひゲットしに来ていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。します、はい、残り2曲盛り上がっていきましょう。いきましょう。はい、それでは聴いてください。ラブサバイブ。焦る恋心、それそれ君を待ち違う、それどういうことなのね。それなら恋恋水も雨も一切関係なしの私で、そう、俺だろ、あなたの職業を生きようね。
マッサージ。